コンスタンティノープルの陥落コンスタンティノープルの陥落とは、1453年5月29日、オスマン帝国の目フメと2世によって、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル、現、イスタンブーが陥落した事件である。この事件により東ローマ帝国は滅亡した。また、ローマ帝国の滅亡は476年の西ローマ皇帝の廃止とするのが一般的ではあるが、 この東ローマ帝国の滅亡が、ローマ帝国の滅亡であるとする指揮者も多い。この戦争の以前には、オスマン帝国と東ローマ帝国は、表向きは平和的な関係にあった。この時代になると、帝国という名前とは裏腹に、東ローマ帝国の領土は、首都コンスタンティノープルとペロポネソス半島の一部モレアス先制工領、古代スパルタ近郊にある。 ミストラの要塞が主婦を残すのみとなっていた。ローマが東西に分裂して以来、コンスタンティノープルは幾度となく攻撃を受けてきたが、占領されたのは第四回十字軍による一回だけであった。十世紀のブルガリア帝国君主シメオン一世や十四世紀のセルビアオーステファンウシュ四世、ルシャンのように東ローマ帝国を完全に征服しようと意図した者はいたが、 実際に成功した者はいなかった。しかし、メフメト二世はこれを目指したのである。海戦の経緯については、必ずしも明確であるとは言えない。メフメト二世は1452年に、ボスポラス海峡のヨーロッパ側、つまり、コンスタンティノープルの城壁の外側に城を建て、都市を陥落させるための足がかりとした。この城は、ローマの城という意味のルメリヒサルと呼ばれた。 コンスタンティノス十一世は西ヨーロッパ諸国に救援を求めたもののその反応は鈍く、ローマ教皇ニコラウス五世はこれに応じる姿勢を見せたが実質的な進展はほとんど見られなかった。コンスタンティノープルを重要な商業拠点とするベネツィアとジェノバは援軍を送り、東ローマ軍は2000人の外国人傭兵を含めて7000人になった。都市を囲む城壁の総延長は、 約二十六キロメートルで、おそらく当時最も堅固な城壁であった。一方、オスマン帝国側は、スルタン直属の再生部隊であった、イエニチェリ軍団二万人を中心とした十万人の大軍勢に加え、海からも包囲するために艦船を建造させた。また、ハンガリー人の技術者ウルバンを雇い、当時としては新兵器であった大砲を作らせた。それは、長さメートル以上。 直径約75センチメートルという巨大なもので544キログラムの石段を1.6キロメートル先まで飛ばすことができた。東ローマ帝国にも大砲はあったが、より小さいもので射撃の反動で城壁を傷つけることがあった。ただし、ウルバンの巨砲にも欠点はあった。コンスタンティノープルのどこかといったようなかなり大きな標的でさえも外すほど、 命中精度が低かったのである。さらに一回発射してから次の発射までに三時間かかった。砲弾として使える石が非常に少なく、射撃の反動が元で六週間使うと大砲が壊れるという始末であった。メフメト二世はコンスタンティノープルが唯一陸地に面する西側の城壁から攻撃しようとし、1453年4月2日の復活大祭の日に、 都市郊外に軍隊を野営させた。7週間にわたり、大砲により、城壁を攻撃したが、十分に崩すことはできなかった。というのは、射撃間隔がとても長かったため、東ローマ帝国側はその損害のほとんどを回復することができたため出る。一方、メフメト二世の艦隊は、金閣湾の入り口に、東ローマ帝国側が渡した太い鎖によって、 その中に入ることができなかった。途中、救援物資を積載したジェノバ船三隻と、東ローマ船一隻が、金閣湾に来航し、オスマン艦隊と海船になったものの、オスマン艦隊は彼らを打破することに失敗した。オスマン帝国側は、膠着状態を打開すべく、金閣湾の北側の陸地、ジェノバ人居住区があった、ガラタの外側に油を塗った木の道を作り、 それを使って、陸を越え七十隻もの船を金閣湾に移す作戦にいた、オスマン艦隊の山越えと呼ばれる、この奇策は成功し、これによりジェノバ船による援助物資の供給は阻止され、東ローマ帝国軍の士気をくじくことになった。しかし、陸上の城壁を破る助けとはならなかった。この間に、コンスタンティノープル政府とメフメト2世との間で、 和平交渉が形式的に行われた。メフメト二世は幸福会場を呼びかけ、安全な退去とモレアス先生綱領の支配権を約束した。コンスタンティノス十一世はこれを拒絶し、包囲戦は続行された。また、オスマン陣営内でも和平派と主戦派が激論を戦わせる場面もあったようであるが、最終的には後者が勝り、メフメト二世は総攻撃を決定した。 西欧からの来園は結局なかった。最も近い国の一つ、ハンガリー王国は消極的な干渉を試みたようであるが、オスマン側の包囲を解かせるには至らなかった。防衛側も最後を察知していた。5月28日の夜、コンスタンティノス11世は宮殿で大臣や将兵を前に最後の演説を行った。将兵たちは涙ながらに、 キリストのために死ぬのだ。と叫び、皆お互いに別れを告げ合った。その後ハギアソフィア大聖堂で聖体礼儀が行われ、皇帝コンスタンティノス十一世以下召喚、市民など多くの人々が神に最後の祈りを捧げた。聖体礼儀が終わると、コンスタンティノス十一世は、進化の一人数とに、自らの不徳を浴び、許しをこうた。 その場にいたもので涙を流さない者はいなかったと、ニセス・フランゼスの年代記は伝えている。5月29日未明、ついにオスマン帝国側の総攻撃が開始された。攻撃の第1波は、貧弱な装備と訓練のされていない、不正規兵部隊、バシ、バズークたちだったため、多くが防衛軍に倒された。第2波は、都市の北西部にある、 ブラケル内城壁に向けられた。ここは大砲によって部分的に破壊されていたため、何とか侵入できる場所であったが、すぐに防衛軍によって追い払われた。家にチェリ軍団の攻撃にもどうにか持ちこたえて行ったのだが、ジェノバジェに傭兵隊長、ジョバンニ・ジュスティニアーニー・ロンゴが負傷したことで、防衛軍は混乱に陥り始めた。不幸なことに、 ブラケルナエ地区のケルコポルタ門の通用口は施錠されていなかった。これを発見したオスマン軍は城内に侵入し、防衛軍はたちまち大混乱に陥って敗走した。しかしコンスタンティノス十一世は最後まで前線で指揮を取り続けた。ドゥカスの伝えるところでは城壁にオスマンの旗が翻ったのを見たコンスタンティノス十一世は、 身につけていた帝国の国章相当の足の紋章を、ちぎり捨て、皇帝のきらびやかな衣装を脱ぎ捨てると、誰か陳の首を跳ねるキリスト教徒はいないのか。と叫び、新英軍と共に、オスマン軍の渦の中へ切り込んでいった、言われている。こうして、西ローマ帝国に遅れること千年余り、古代から存続してきた東ローマ帝国は、完全に滅亡した。当初、 包囲に抵抗した都市に対する伝統的な処罰として、メフメト2世は兵士たちに都市を3日間略奪するように命じたが、古代から続く、この帝国への敬意を忘れなかったため、数時間後に一転して軍の行動を阻止するように命じ、町の状況が落ち着いてからコンスタンティノープルに入った。創始教座のあったハギアソフィア聖堂はモスクに改修された。 メフメトはこの都市一つの征服によって、征服王と呼ばれるようになる。コンスタンティノープルは、コスタンティニエの名で、オスマン帝国の新しい首都となった。聖教会に対しては、多くの聖堂をモスクに改造して、抑圧策を取る一方で、人望の厚い修道士であったゲンナディオス・スコラリオスを、コンスタンティノープル総主教に任命し、聖教徒の怪獣に当たった。 この影響により、ジェノバ、ベネツヤ等の地中海貿易で栄えていた都市国家は、その権益をオスマン帝国に奪われることになり、イタリアの一地方都市へと転落していく。彼の国の公開士たちの多くは、後にスペインやポルトガル等のイベリアの新興国家に移り、大航海時代に大活躍をする。また、キリスト教徒にとってコンスタンティノープルは重要な聖地であり、 それをイスラム教国家であるオスマン帝国に奪われたということは結果として教皇の権威失意を意味し後の宗教改革への対同の一つとなる東ローマ帝国への援軍に消極的だったバルカン半島諸国は後にオスマン帝国に滅ぼされるかハプスブルク家の参加になるかのいずれかの道をたどり本格的な独立を回復するのは20世紀になってらである またコンスタンティノープル陥落前後には多くのギリシャ人の学者、知識人が東ローマで保存、研究されてきた古代ギリシャローマ時代の文献を携えて西欧へと亡命し、これがイタリアルネサンスに多大な影響を与えた。以上を踏まえ、この事件は単に一帝国の滅亡にとどまらず、世界史が中世から近世へと変わった重要な転換点だったことになる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。